ジグ、どこへ行くつもりだ。儀式の途中だぞ。し、見つかったか。俺でよかっただろ。さあ、戻るぞ。カズ、親父さん、いや、族長に伝えてくれ。俺はカンタレラを出る。もう戻らない。突然何を言い出す？予告したら反対するだろう。当たり前だ。俺はこんな生活が嫌になった。見ろ、あの儀式。意味も目的も知らずにただ繰り返す。伝統を守るというのはそういうことだ。俺はもっと価値のある人生を送りたい。ここで暮らすことに価値はない。そういうことか。悪いな、未来が見えないんだ、ジグ。俺は先行機構に入る。そして強くなるんだ。誰にも負けないくらい強くなって、てっぺんに立ってやる。待て、俺は認めない。行くなら俺を倒してからだ。勝った方の意見が正しいか。それは気候の考え方だ。お前に合わせてやってるんだ。負けたら村に残れよ。どうして俺にこだわる？一緒に伝統を守っていくと思っていたのは俺だけか？親友だと思っていたのは俺だけか？落ち着け。しかし、ハースを説得しなくては。いいではありませんか。彼の強者探しは今に始まったことではありませんしね。ねえ、そろそろ新顔が来てもいいんじゃない？感じだ。
悪く思うなよ。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 